ラーテルの正体を。吉井さん、転売屋なんだ。円で買います。バカなこと言うんじゃない。どこかがおかしくないですか。何の努力もせずに。そういう仕事ですから。どんどん浮き上がってる。同じような人間が空の雲みたいに。一種のゲームです。どれですか。知らない。誰ですかあなた。会ったこともない人間だよ。